死ねる。それだけティアが心配なのよ。人とのつながりを伝えたいって言ってましたよね。もともと同じ境遇の双子だからこそ、相手を思う気持ちが強いということもあるのかも。あんたがお兄ちゃんを思うようにね。どういう意味ですか。冗談はともかく、ここらでちょっと休憩にしない？戦闘が続いたから消耗品のストックも確認したいし。なあ、そうしようか。おい、シリカにプレミア、一旦休憩にしよう。はい、わかりました。休憩だってプレミアちゃん。この後もティアちゃんを探すための準備をしよう。わかりました。準備は大事です。このフィールドに来た時から言ってるけど、高難度なだけに消耗品の減りが早いわね。ええ、定期的に町に戻って補充する必要がありそう。プレミアはポーション足りてる？ポーションは問題ありません。ポーションは？じゃあ他に何か問題があるの？プレミアちゃんが何に困ってるか私は知ってるよ。本当ですか？うん、安心してね。ちゃんと用意してるから。何を用意してるって？今オブジェクト化するから待ってね。はい、今日のランチはおにぎり。おにぎり。困ってるってお腹が空いてたってこと？それならそう言いなさいよ。言おうと思いましたが
おこがましいと思い言わないでいました。別にそんなこと思わないわよ。それではアスナ、ユイ、いただきます。うん、召し上がれ。みんなの分もあるからね。満たされていきます。喜んでくれたみたいでよかった。それにしてもプレミアは本当に変わったわよね。はい、喜んだり笑ったり時には悩んだりして、最初会った時は何を考えてるのか全然わからなかったけどね。これっていろんな思いを積み重ねた結果なのよね。ああ、誰かにプログラムされたわけじゃなく、自分で考えて自分で表現をしているんだ。だから当たり前の話だけど、プレミアちゃんに代わりなんていないんだよね。そうね、今のこの子を見ているとそのことを実感する。食べ終わりました。もっと食べていいよ。ユイちゃんがいっぱい作ってくれたから。ユイは私のことをとても理解しています。つまり、いただきます。きっと作った甲斐があったって喜んでくれるよ。このおにぎりにはアスナとユイの愛情がたっぷり詰まっています。じゃあ私ももう一個もらっちゃおう。私もいただきます。ほら、早く食べないとなくなっちゃうよ。おっと、そうだな。アスナの愛情たっぷりです。おさぞかし美味しいでしょうね。愛は最高のスパイスということでしょうか。なんか非常に食べにくいんだけど。とても美味しいので一緒に食べましょう。人と関わることがプレミアに影響を与えた。でも思いを積み重ねて今に至ったのは、町アスナが言うようにプレミアに代わりなんていない。